はい、今日は別府大分マラソン前日ですね。今朝9時です。今日は朝クレイジーレンをやってから15時の飛行機かな、別府に行こうと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで現在12時です。練習会を終えて今から羽田空港に向かいます。でこの後、あっち着いてからね、別府着いてから軽くちょっと準備して調整しようかなって感じで、とりあえず今から向かいます。はい、ということで羽田空港に着きました。今回ね15時50分発なんですけど、13時30分に着きました。今日はもう2時間以上前に着いてしまって、逆に暇、何もやることないから、とりあえずこんなこともあるんだなみたいな感じですね。今回別台はカメラ禁止なので、その点ね、いつもみたいに喋ったりして走んない、いつもと違う感じで走るっていうのは久しぶり、当たり前なんですけど、普通に考えたらね、そういう状況で走るのは久しぶりなので、今自分の出せる力をね出し切って、せっかくチャンスをいただけてるので出し切ってこようと思います。はい、ということで大分駅に着きました。17時40分、今からバスでね別府泊まる場所、ゲストハウスなんですよ、別府北浜に向かいます。で、忘れ物とかするんで色々買って、この後ジョグをしたいんですよね。結構寒い、風が結構強くて、これ明日も寒い予報なんですけど、ちょっと不安ですね。ジョグでちょっと体感してきます、後で。とりあえずバス乗ります。今日夜はビリーうなぎです。うなぎをね、今日のオレンジの練習会のお客さんがいただきました、ありがとうございます。これで明日頑張っていこうと思います。ちなみにね、さっき走ってきて風やっぱ冷たくて寒いですね。あそこになんか、変な人がいますが、どうも、小和田くんです。やばいよね、あの格好やばくない。はい、ということで今もう夜10時過ぎました。今回僕はね、デデンゴのパックを、作ってきました。これに当日補給する、レース中に補給するジェルと、あとはローディングサウルスっていうね、寝る前に飲むやつ、それを入れてきました。これでこれ飲んで明日に備えたいと思います。とりあえず、PCR の結果での11時なので、もう11時前に寝ちゃったら明日の朝は分かるということで、どうなんだろうね。はい、ということで時間は23時、検査計画来ず、もうとりあえず寝ます。はい、おはようございます。今日は2月の6日、今朝6時です。無事起きまして、夜ね、昨日の23時50分ぐらいもう寝てたんですけど、そこで無事陰性っていう結果が来てたので、これで出走が朝起きて確定したという感じです。これでコロッケなく走るんですけど、今日風が強いっていう予報だから、ちょっとねどういう格好で走るかもまだ迷ってて、とりあえずちゃんと自分の走りたいように走れる格好、寒くなって停電になったりとかっていうのが一番怖いんで、それにならないようにちょっと最後まで慎重に考えながら準備していこうと思います。これからちょっと散歩 していこうかな。はい、今外に出て歩き始めたんですけど、泊まってるところね、僕が宿泊するとか見て、近くもう来て今1分ぐらい経った近かったですけど、見えるかな、ほら、貝委員さん、貝やば、貝見つけました。これ運いいよ。昨日もね、一昨日の夜走行距離が 4.44 キロで、昨日の午前中の走行距離 6.66 キロで、で昨日ねインスタのねフォロワーが6666人になって、僕のフォローが999人、もうゾロ目パレードで、しかも貝も見つけたでしょ、いろいろなんかいいこと尽くしながら、しかも陰性だったしね、いいことばっかで、このいいことがずっと続くといいな。あ、ちなみにの今動画撮れる SD の残り時間もあと3分33秒、ゾロ目パレードだ、やば。初めてのね別府なんですけど、大きい商業施設もあるし、飲み屋もあるし、温泉もあるし、で結構栄えてるんですよ、思ったよりも。申し訳ないですけど、何もないようなイメージだったんですよね。温泉街って田舎かなと思ったけど、全然あるから心配ないですね。別府また来たいなって走る前から思ってます。これだと走ってコースの感じでまた来たいなっていうのが多分上がると思うんですけど、はい、朝から海を見に行きました。アップがてら風がやっぱ強くて寒いですね。綺麗なんだけどね、寒いですね。
はい、ということで朝ごはんスタート、お昼なんで食べて、まだお腹空いたら食べてって感じでいこうと思います。朝ごはんは基本ね、4時間前には食べ終わりたいかなって感じなんで、まああと5時間あと1時間かけてちょっとちょくちょく食べたりしながらいこうと思います。はい、今8時半身支度も終えて、シェードリングも今作り終わってっていう状況で、ここからバスに乗って行きますので、ちょっとまだ時間があるんで焦らずゆっくりしていこうと思います。もう準備は万端です。はい、今回僕はスペシャルドリンクを4つ準備しまして、これ全部中ね、モウテンと中はあとアミノサウルスのジェルだったりアミノ酸のやつだったりを入れてます。あとはモンスターをちょっと入れて、あとはあの塩分系のねちょっとサプリを砕いて入れました。ということでこんな感じで僕4つ置きます。いろいろこんな調合してるんで、僕ぐらいかもしれないですね、こんないろいろ調合してるのは。まあ味が美味しいかどうかっていうのは分かんないですけど、ちゃんと飲んで試して飲める状態にあるっていうのをチェックしてます。じゃないとねこれこんなやってね、いきなり飲んでまずかったらやばいんで、チェックはしてるんで大丈夫なんですけど。はい、今出発準備したんですよね。忘れ物を見聞きしまいました。サングラスを忘れました。今日曇りだからまあ大丈夫かなと思うんだけど、今外がちょっと明るくなってきて、ちょっとねおやおやって感じで、まあ風吹くからな、なんか目とかもやっぱ守りたいんですよね。コンタクトはしょぼしょぼしちゃうからちょっとやばいかもしれないです。はい、今宿舎出まして、時間9時ですね。はい、これ映りたがりだけど、これカットします、カット。はい、今向かってバスで、ね、バスで行くのでバス停に向かってるんですけど、風も吹いてて涼しい、まあ、寒いんですよ。寒いは寒いんですけど、ただ日が結構出てるっていう感じなので、まあ、うまく風がこう向かい追いとかをうまく自分でこう対応していければ面白いレースになるんじゃないかなって思います。風でも髪が今バスから着きまして、体調チェックをここからしていくっていう、陰性証明書の確認をするということです。自分で着けます。これで、はい、ありがとうございます。これをつけるということですね。よし、はい、無事検温と体調チェックと提出と終わり、ゲットしました。あらららら、風がついに出走確定です。あとはね、コール盛りしないようにスタートラインに行くだけです。よし、なんか久々に緊張してきたな。はい、スペシャルドリンクの提出ですね。はい、116番です。118番ですね。僕116番です。カイさん、今日結構早く行かれます？今日15分目指せます。2時間、なんか聞いたけど3分10ぐらい、3分10から15かなと思ってます。行かないですか、そのぐらいで？いや、僕は多分走れない。走れない。固く3分20ぐらいで行きます。はい、今10時50分ですね。結局走るのはこれにしました。ユニフォームとアームウォーマー、アームウォーマーはこれ小和田くんからされました。思ったよりも晴れてて日が出てるんで、前半向かいなんですよ。追い風は多分大丈夫だと思うんで、そこの最初の10キロをいかにうまく走れるかっていうところだと思うんで、折り返して追い風になってから徐々に上げていく感じで、最後の35キロ以降はもうそこはもうあとは自分で頑張るしかないんで、そこまではうまく、35まではゆっくりうまく走れるように頑張っていきたいなと思います。ちょっとお腹空いてきたんで、逆だった、サウルスこれを取っていきます。これカフェイン入りだからかなりいいんですよね。これを取って最後繋いでいきたいと思います。今ね11時10分です。あと50分。はい、ということでね、もう最後これがもうスタート前、今11時30分もうすぐ行かなくちゃいけないんですけど、ちょっと緊張してきますね。久しぶりのマイペースに頑張っていこうと思います。お疲れ様でした。コールタイムは手元で2時間15分17です。ありがとうございます。ベスト1分50秒ぐらい更新しました。めちゃくちゃ楽しく走りました。で、今回とりあえずいい走りを皆さんにお見せできたと思うんで、ちょっと次東京頑張っていきたいと思います。皆さんもこれからも応援よろしくお願いします。はい、帰ってきたんですけど、やっぱ風が強いっすね。髪がもうやばい、髪が。で、今回で走り終わってからですね、いつもよりやっぱダメージが少なかったんですよ。それはもう走り込みでかなり足ができてきてる証拠だなと思いました。とはいえ調子乗らずにしっかりと休めればなと思います。この後はちょっと別府を温泉入ったり、美味しいご飯食べて楽しみたいと思います。
様ご視聴ありがとうございました。普段はランニングコーチをしております。詳しくは概要欄をチェック。よかったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれよな。クレイジー。